皆さんこんにちは、サクヤです。さあ始まりましたということで、新桜対戦、前回の続き遊んでいきたいと思います。再開しましょう。アドベンチャーパートの途中からですね、いきます。ついにあなたに口づけた。唇が苦いわ。これが恋の味なのね。すげえ、これが超一流の演技か。なんだよ、もう鳥肌立ってくるぜ。動きが、指先まですっごく綺麗。私も、もっともっと頑張らなくちゃ。おはよう。朝早くから舞台の稽古かい？いや。どうだい、アナスタシアの演技は。どうもこうもねえよ。本当にすごいぜ。私もあんな演技ができるようになりたいです。アナスタシアさんに教えてもらえれば嬉しいんですけど。昨日ちょっとだけ見てもらったけどさ、本格的に指導してもらいたいんだ。なんとかならねえか、隊長。なら、アナスタシアに頼んでみるか。おい、アナスタシア。何かしら、キャプテン。お願いがあるんだ。彼女たちにも君の演技を教えてもらえないか。教師役をお願いするのはちょっと心苦しいところもあるんだけど。それはやっぱりダメかい。お願いします。私たちもアナスタシアさんみたいになりたいんです。それは無理ね。あなたたちは私のようにはなれないわ。そんな。キャプテン神山、彼女たちの実力を伸ばす必要があるのは確かだわ。早く適切なコーチを見つけてあげて。私以外にね。どうしよう。これ教えられない理由があるのかい？理由なんてないな。ただ私は演技をするために来ているの。演技を教えるためじゃないの。わかってる。でも理由がないなら協力してくれないか。頼むよ。この通り、花組の公演を成功させるためには必要なことなんだ。お願いします。私たちが未熟だってのは私たちがよく分かってる。足を引っ張りたくねえんだ。頼む。この通り。仕方ないわね。最低限の指導はしてあげる。本当ですか？ありがとうございます。その代わり厳しいわよ。大丈夫です。こう見えても根性はあるんです。おお、やってやるぜ。楽しみだな、さくら。よかったな、さくら。神山さんのおかげです。ありがとうございました。また伝聞ですね。確認。また支配人室に行けと。了解。入ってちょうだい。外にいて調査すると何を調べてくれば？
みんなに聞いてみるといいか。なるほどね。うん。じゃあまずはこのお隣でイベント、サブイベントかな。あ、はい。神山さん、ちょうどいいところに。ちょっとお願いがあるんです。東雲さんから掃除道具の替えを大浴場まで持ってきてほしいと頼まれたんです。すみませんが、私の代わりに掃除道具を持って行ってもらえないでしょうか。いや、お前が行けよ。分かったけどよ。分かりました。初歩に掃除道具を渡せばいいんですね。はい、売店に届いてますので、それを持って行ってあげてください。分かりました。それでは行ってきます。売店から風呂に持っていくと。え、これまた時間制限ある系。ちょっと急がなきゃダメでしょこれ。ブロマイドも欲しいな。いや、てか掃除道具ぐらいね。この会話を超絶スキップで行くぜ。で、こっからエレベーター。あ、ブロマイドも買えるけど、今はちょっと買ってる場合ではない。いや、こんなのあるとは思わなかったよ。さまにあった。初歩はいないのか。まだ来てないのかな。風呂場から物音がするぞ。もしかして初歩か。もう掃除を始めてるのか。それじゃあ。道具を渡してやらないとな。もう掃除前に入ってるかもしれないかね。普通に入浴中かもしれない。早く道具を渡してやらないとな。おい、初歩。あいつはどういうつもりだてめえ。これはその、感謝。この幸運に感謝を。なんて素敵なんだ初歩は。何気持ち悪いこと言ってんだてめえは。さっさと出てけ。分かってる。だけど立ち去りがたい俺の気持ちも察してくれ。初歩がこんなにも美しかったなんて。え、美しいだ。そうさ。だからもっと、もっと見せてくれ初歩。てめえ調子に乗んじゃねえよ、このおたんこなすが。うわあ、が悔いはない。その本当に悪かった。ただ掃除道具を届けに来ただけだったんだ。たく、そのついでに覗くんじゃねえよ。カオルが来ると思って油断しちまったぜ。ごめん。うるせえ。とにかく今見たことは忘れやがれ。なんで隊長が来やがったんだ。まったくな。いや、届きに来てよかったっすね。よかったよかった。知るかなもん。ですよね。お怒りのご様子ですね。ではまあそんな感じで、とりあえずブロマイド買いに行こうか。さあ今度は何買おうかな。タイミングできよったな。新しいのが入ってるで。いや、そらプルンプルンスターでしょ。さすが神山さんや。そいつは新商品やで。ええもんやろ。それでええか。ええで買う。毎度あり。しかしよくこのとこに来てくれますよねって感じなんだけど。また来てや。ん、まだあるね。そうだ、聞こう。
銀座で賑わっている場所、銀座横丁ね。そのツッコミ遅いわ。さあ、安五右衛門ができるだろうか。で、あとは、行こ、2階になんかいろいろいるんで、3人行きましょう。あ、2人か。あ、こいつは、カメラ、うん、これじゃいかないようだな。カメラ、おっ。あ、セガさんナイスですね。これはナイスですね。あ、ギリギリ、うーんって感じだな。下っ端くん参戦。宣伝の場所ね。人がいっぱいいるところ、まっすぐそうでしょうね。屋上遊園地。さあ、あとはこっちの部屋の方に行ってからの。川。これ違ったらどうしよう。おっしゃ、入った。すごい部屋だなこれ。畳っていいね。でも部屋の中に砂利はないでしょ。砂利は。そんなわけでお話を聞いてみよう。にぎわっている場所は、聞いて教えるんかいそれ。銀座大通り。よく海軍行くそうだね。で、あと1個ぐらいなんかあったよね。なんかもう1個ぐらい。2階の吹き抜けんとこだけど、これ。いた！さあ、どこかな？三笠記念公園。まあそれだけなんだよね。何かあんのかな。ということで、多分これで情報入手は完了かな。報告行かなきゃいけないんかい。勝手に行こうぜ調査に。報告全部カットかい。
いやもうこれはもうすみれさんより詳しいと思いますよ。あ、でも外に行くわけじゃないのかな、この感じは。さあどこ行こうかなって感じなんだけど、多分またスマートフォンに連絡が来るんじゃないかな、出たら。お、行ける場所増えた。お、クラリスのところか。まあ脚本の進み具合ね、どうだ。2階か。クラリス、入るよ。どうぞ。クラリス、調子はどうだい？隊長、お願いがあるんです。そんな深刻な顔で。何かな？私とデートしてください。デート？はい。脚本を書くのにどうしても必要なんです。私は恋愛もデートもしたことがないから、そういうシーンでの気持ちとか見え方とか全然わからなくて、だからせめてデートの真似事でもすれば少しはわかるようになるかもって。なるほど、そういうことなら協力するよ。で、いつにしようか？もちろん、今からお願いします。今から？あ、ダメですか？いいよ、今からデートしよう。精一杯、相手を務めさせてもらうよ。ありがとうございます。ということで、まぁ、ちょっといいとこで終わりましたね。まぁ、キリがいいので、今回ここら辺にして、また次回からね、まぁ、デートのお話なんでしょうかね。まぁ、脚本の進み具合を聞くっていうとこなんですけど、次回からやっていきたいと思います。ということで、今回はこれで終わり。よかったらぜひコメント、評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それではね、また次回の新桜大戦でお会いしましょう。今回は、この辺で。